え、本当にネザー要塞見つけた感じ？多分そうじゃない？ネザーレンガの柱がたくさんあるのを確認したから。ネザーレンガは要塞以外に生成されないもんな。要塞ってどの辺にあるの？今から私も駆けつける。拠点の座標ってどの辺なんだっけ？拠点はほぼゼロのところだね。ここの要塞は X 座標が150で Z 座標が400くらいだよ。じゃあ頑張ってそっちに向かってみるよ。マリサは今どこにいるの？さっきまで迷っていたけどなんとか拠点に戻れそうだぜ。私も合流してそっちに行けるようにはするぜ。いろいろあったんですけどなんとかマリサと合流しました。出た、編集面倒だからいろいろとか言ってカットするやつだな。一旦、要塞の中の様子を見てみるね。気をつけてな、中にはウィザースケルトンやブレイズがたくさんいるかもしれないからな。ネザー要塞にいるモブは普通に強いからね。普通にやられる可能性あるからね。ちょうどいいからレイムとマリサのいる方にトンネル作っておこうかな。それやってくれるとありがたいかも。あ、どこかに繋がったね。この近くに二人ともいるかな。うん、こっからだとヨウムの場所は見えないけど。わかりやすいように丸石で塔でも立てておくね。もうちょっと先なのかな。あ、あれじゃね、ヨウムあそこにいるじゃん。見つけられた。ここまで来ればネザー要塞に直結してるトンネルあるよ。今日のヨウムは優秀だね。ピグリム要塞でやられた人とは思えない。いや本当に、もっとおっちょこちょいなのがヨウムだったからびっくり。マリサはともかくとして二回もマグマダイブした人にそこまで言われると腹が立つ。まあ何派ともあれ合流することに成功したな。いやそもそも別れて拠点に帰るって言ったやつ誰だよ。レイムとマリサ。さーて、それじゃあネザー要塞行っちゃいますか。改めて今回の目的は何だっけ。ちょっと待って、その前にすぐそこにブレイズがいる。なんだよ、それくらいは突っ込んで倒しちゃえばいいだろ。オラ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 ー。うお、さすがにゴリラの遺伝子をついてるだけあって強い。ゴリラの遺伝子ついてないから。うわ、そこにブレイズがいるじゃん。近くにスポナーがあってもおかしくなさそうだね。ここら辺開けているから普通にありそうだな。お、ここにブレイズロッドが落ちてる。それはラッキー、競合台に必要だからね。あ、ここにブレイズスポナーあったよ。お、いいじゃん、これでブレイズロッドが永久的に手に入るよな。ブレイズトラップとかは作らないの？今のところそれは考えてないな。勝手なイメージだけどブレイズロッドって作るのが難しそうだよね。あ、ネザーオートも発見。本当だ、とりあえずこれで目的は達成か。危ない、敵がそこにたくさんいる。こいつらはネザーオートの番人か。でもこの2体くらいしか見当たらないな。じゃあここのネザーオート取っちゃうね。あ、やばい、奥からたくさん敵が出てきた。奥にもネザーオートと番人がいるよ。またブレイズかい。これ油断すると本当にやられそうだな。でもこれのおかげでたくさんブレイズロッドが手に入る。あ、チェストあるじゃん。お、ネザー要塞の醍醐味の一つであるチェスト。さて、早速開けてみるとするか。はい、解散。なんだよ、クソみたいな中身だったな。あれ、ウィザースケルトンの頭が落ちなかった。え、本当じゃん。マジで、めちゃくちゃレアじゃないか。いずれは集めたいなと思ってはいたけどまさかここで1個目が出るとは。どうでしょう、霊夢。知らない間にそんな顔になっちゃって。かわいそうに。二回マグマに落ちてこんな顔になった。あ、またチェストを発見した。お、今度こそちゃんとしたものが入っていると期待する。ネザーのチェストって何が当たりなんだっけ。普通にダイヤモンドとか入っていてもおかしくはないんじゃない。じゃあ開けてみますか。このチェスト破壊しようぜ。破壊神マリサが降臨した。この辺まで戻ってきたけどどうするか。まだ要塞の奥の方は探索してないんだよね。お、じゃあそっちの方向行ってみますか。こんなところにもブレイズスポナーがあるぞ。しかもこっちのスポナーは洞穴みたいなところにあるから、さっきのところよりもブレイズが倒しやすそう。やべ、一気にめちゃくちゃ湧いた。今4体くらいいたよね。あ、本当だね、こっちの方がブレイズ倒しやすそう。これで要塞は探索し尽くしたかな。まあ行ってないところがあったとしても目的のアイテムは手に入ったからいいんじゃないか。っていうかちょっと待って、めちゃくちゃ前方に敵がいるんですけど。本当だな、脇には来まくってるな。いや、ここはウィザスケの頭が手に入るチャンスだと思えばいいのでは。かなりポジティブですな。お、奴らが反応してきたぞ。やばい、炎とウィザーのコンボを食らってしまった。霊夢それ大丈夫？ダメです。
すいませんでした。おい、やられてるじゃねえかよ。急に順調になってきたと思ったら結局こうなるのか。いやー、思ったより敵の火力が高かった。うお、仮拠点にもブレイズが入ってきた。危ねえ、ここ恐ろしすぎるだろ。ちょっと余裕があればヨウムは霊夢のアイテムを拾っておいてくれないか。今少しずつマリサの作ったチェストに入れていってる。お、さすがだな。ただ、まだ敵が多すぎるから安全に拾えない。あと落ちているアイテムが少ないからひょっとしたら橋の下にも落ちているかもしれない。橋の下にアイテムあるのは厄介だな。申し訳ない。私がやられたばかりに。これは霊夢アンチ発生しても仕方がないな。あ、ついに私もアンチがつくようになってしまったか。アンチとかどうでもいいんだよ。お前今どこにいるんだ。私は今頑張って二人の仮拠点に向かっております。いやー、ウィザースケルトンがいるー。え、もうネザー要塞近くにいるのか。もうすぐそこ、これひょっとしてやばいかも。あ、いたいた。危ない危ない。ウィザースケルトン強すぎる。何も防具つけてこなかったからだよ。私は下のアイテムを回収しに行くね。大丈夫か。うわ、ブレイズの弾も飛んできた。やばい。っていうかブレイズに囲まれているじゃん。今度はヨウムの方がピンチになっているな。危なかった。ハートがあと一個しかない。いやいくらなんでも敵が多すぎでしょ。これはあれだな。荷物回収できたら一回戻った方が良さそうだな。あ、待って、私大事なアイテム結構持っていたけど全部ある。ウィザスケの頭とブレイズロッドはあるな。あれは、ネザーオートとかは？少なくとも私は持ってないぞ、ヨウムは。え、多分私も持ってないよ。ってことはまだどこかに落ちているのかな。でもすでにある程度のアイテムは集めたような気がするけど。ひょっとしてネザーオートロストした。え、それってやばくないか。てか私やられちゃいそうなんだけど。って言ってる間にやられてるんですけど。いやぁ、改めて確認したけどネザーオートはないな。でもウィザースケルトンの頭はなぜか二つあるぜ。いや、本当になんで二つあるの？結構倒していたから途中でドロップしていたのかもな。とりあえずヨウムも戻ってきたし、一旦落ち着いたか。敵も先ほどより全然いなくなったし。それじゃあ、ネザーオートどうします？さっきネザーオートあった場所に余ってないのか。いやぁ、全部しっかり回収しちゃった気がするなぁ。マジか。じゃあ戻っても意味はないのか。まだ要塞の未探索部分でネザーオート残ってたりしないかな。未探索部分がそもそもあるのかが謎だけどな。探索は行き尽くした感あるからね。もうさ、またロストしても嫌だからここのチェストに大事なもの入れておかない。最初からそうしておけばよかったんだな。こうすればやられてもアイテムを失うことはないからね。もう、誰か言ってよ。あんな悲惨なことになるなんて思わないぜ。改めてネザーって恐ろしいところなんだと思った。ウィザースケルトンはたくさんいるんだけどな。奇跡的にウィザースケルトンがネザーオート落としてくれないんですかね。石炭はめちゃくちゃ落とすけどな。本当だ、ネザーオート全くない。ちょっと期待したけどやっぱりないか。几帳面に取ってしまったのが裏目に出た。いやー、どうするこれ。ネザー要塞もう一つ見つける。さすがにそれはハードすぎない。そろそろネザーの緊張感にも疲れてきたんだぜ。くっそー。なんならポーションが一番の目的だったのに、ネザーオートロストするなんてあんまりだ。仕方ないけどこれはリベンジするしかないな。でも今日の要塞攻略を経験したらあんまりネザーに期待と思わないんですけど。軽いトラウマを植え付けられたな。拠点には安全に戻ってこれたみたいだね。さすがにネザー期間途中で何かあるってことはなかったか。これ以上のトラブルはお腹いっぱいなのでお断りです。いやー、今回のネザーは前回以上にハードでした。やっと現実世界に戻れる。帰ってきたぞー。いやー、この家の安心感半端ないっす。安心安全の我が家だ。次回はどうするんだ。ネザーオート手に入らなかったからやれることが限られちゃうような気がするが。本当はポーション作れるなら海底神殿の攻略をしていこうかなと思ったけど、それは無理なので別のことしましょう。別のことって？村人連れてきたりとかしてもいいんじゃない？確かに交易とかもやってもいいからな。なんだかんだでエメラルドも大量にあるもんね。あの変なおじさんたちを倒したからいっぱい手に入ったんだよね。じゃあ次回は村人誘拐編だな。いや、言い方悪すぎでしょ。ご視聴ありがとうございました。概要欄には生声実況チャンネル、実写チャンネル、ツイッター、ミルダムの URL があります。生声実況チャンネルではゆっくりの撮影裏側。実写チャンネルでは普段使っている PC 開封動画やうぷ主の日常。ツイッターでは動画の最新情報。ミルダムではマイクラ配信やゆっくり実況のネタ制作も今後行う予定です。よかったら皆さんそれぞれチェックしてみてください。それじゃあ次回の動画でまた会おうぜ。